自分でも何が入ってるのかよく分かってません。ちょっと見せらんないこれ3代目ですね、大学入ってから。1万円以内で買えるので大学生にはありがたいと思います。法学部3年の丸田アンソニーです。はい、今日はアンソニー君のカバンの中身を見ていきたいと思います。はい、イエーイ。そうですね。なんか大学生黒いリュック多くない？多いですよね。確かにノースが多いのかもしれないけど、ノースフェイスですかね。そうですね、アサカパックからか、うん、やっぱ多機能。そうですね、とりあえず容量的に言えばもう困ることはないんで大学行くときはあんまり荷物何も持ってないんですけど、まあ最初は PC です。出ました、パソコン。このノートパソコン、そう、薄くて、もう、なんだろう、めちゃくちゃタッチパネルなんですよ、これ。タッチパネルいいですね。めっちゃいいですね。使いやすいです、この。どこの PC ですか、これ。これは、ブランドが HP。ああ、はい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 。エンビってやつか。ちょっとあんま分かんないけど。いつ買ったんですか、これ。これ1年生の時に。買ってもらって、ずっと同じやつ使ってます。壊れずに。ちょっと調子悪い時ありますけど。やっぱね、3年生になるとね、だんだんちょっと徐々に。徐々に来るよね。本当はこれし、ここに指紋認証のやつがあって、これでロック解除できるんですけど、これの反応がすごく悪くなってきました。結局ピンを入力しなきゃいけないって感じですね。ちょっとしたね。そう。少しずつ。歳を取っていってます。私そのシールが気になるんですけど、シール。あ、これはなんだっけ、服を買った時についてきたステッカーそのまま貼り付けてる。ステッカー貼るの可愛いな。もっとベタベタ貼ろうかなと思うんですけど、なかなかいいのがなくて。そうだね、お眼鏡にかなうものがないですね。はい。次は筆箱です。筆箱、アディダス。使うことはほとんどないです。高校生の時からずっと同じやつ使ってます。中身はどんな感じですか？中はもうペンがいっぱい、ペンとか鉛筆がいっぱい入ってるだけです。あ、汚ね。いや、シャーペンもあります。シャーペンも鉛筆はもう万が一のために入ってるだけです。あの高校生の時から何も変わってないの で徐々に増えてったりしてるだけで面白いな。鉛筆も折れてますか、はい、自分でも何が入ってるのかよく分かってません。ここら辺が何ですか。確かに、ちょっとずさんな感じで、はい、でちっこいノートが1個。ちっこいノート、これもほとんど使うことはあります。何をとりあえず持ってるみたいな。そう、ノートは何か、なんだよ、たまになんかメモしたいとき、さっとメモしたいときとかに使えるんですけど、なるほど。あまり中身が見れないです。字が汚いので多分自分以外読めないので。なるほど。ちなみに最新のページは何が書いてあるんですか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと見せらんないんで、なんか落書きみたいのが書いてありました。あんまり真面目なノートではないの。はい、ありがとうございます。このサイズ持ち歩きやすくていいですね。確かに、だいぶ小さいサイズ。これ何サイズですか。これは何サイズって言えばいいの。なんか A4 とかそういう B 何B5? わかんないけど、めちゃくちゃ小さい。だいぶ小さい。6mm×1。 なるほど。はい、まあ、基本ノートを取らないで、こっちのワードとかでもメモとか全部やっちゃってるので、ほぼもうパソコン代だけですね。そう、なんかそこが大学生のリアルなところなのかもしれない。なるほど。ノートかルーズリーフかっていうよりも、もうノートかパソコンかみたいな。でも基本、でも今授業って基本オンラインですか、今だと。そうですね、大体全部オンライン。まあ、確かにそれだともう PC でそのまま打ち込んだりとかの方が早いですよね、きっと多分。なるほど。
して携帯ですね。お、携帯電話。僕は Android です。おお。携帯カバーは、カバーはもうなんか手帳型の、おかんにもらったやつですね。おかん何でもいいやと思って。なるほど。よく落とすんでね。あ、落とす人はね、手帳型ですよね。ああ、確かに確かに割れちゃうか。そうなんです。よくもバキバキにしてますこれ3代目ですね、大学入ってから。3代3代目なんかね落として割れるんですよねそうなんだ。あで、お、あのイヤホンですね。何これ。これはアビオットって読むのかわかんないけど、うんうん、安くて高性能なやつです。ワイヤレス。ワイヤレスです。コードあんの嫌いなんで。はあ、かっこいいですね。これはもうほんと1万円以内で買えるので、大学生にはありがたいと思います。なるほど。まあ、確かに今オンラインとかだとイヤホン必須ですよね。そうですね。なるほど。はい、はい。で、あとはこの脇に折りたたみをいつも入れてて、あ、逆サイドには大体飲み物が入ってます。あ、コーヒー。はい、コーヒーはブラック派ですね。はい。なるほど。これがないと朝目覚めないので毎日買うんですか。大体ほぼ毎日飲んでます。はい。すごい。以上って感じですか。あと鍵が、あ、これだけ入ってた。なんだこれ。これだけ異色なんですか。これはもうなるべくでっかいのキーホルダーをつけて、あ、落とさないようにしてるんで、ね、なるほど。確かに鍵落とすもんね。よく落とすので。確かに。これこれは何ですか。カービィじゃない。カービィ。カービィ。じゃあ大阪のなんかラウワンで撮ったやつです。あの無料の UFO キャッチャー。へえ。なるほど。はい。以上ですね、中身は。はあ。なるほど。シンプルですね。うん。やっぱり。出てますね。統一感なんてゼロですけどね。統一感あるよ。うん、カービィ以外。今日は僕のカバンの中身を紹介。はい。今日は僕のカバンの中身を紹介しました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。また次の動画でお会いしましょう。